宝光寺大城房は、大阪市名庭区日本橋にある高野山真言宗の寺院、大阪七福神の美車門天を祀る。元、天皇寺牛崎にあった、金籠山法万寺の三十七陰謀のうちの一つで、神謀と称した。天文年間の合戦や、天正年間の織田信長と大阪本願寺との間で戦われた石山合戦に巻き込まれて、 ンデ寺ともども消失している。大乗防十寺の修古と立志は東部のみとなった本尊の美ン門ンを奉じて各地を流宮するが、ンデ寺が廃寺となる中でようやく南馬村名暮れ街の地に安住し、大乗防を再建する。文六年間に宝及び立志が船場の合唱である廃屋全米の別荘を寺とし、現在地に移転する。法歴年間には、 備前国岡山藩主の池田氏の依を受けて栄え、地域を拡張し、万円年間には、道島の米問屋である二川家の寄進により出勢税は、大いに上がり、長町の美写問堂として親しまれる。また、何和の富久寺の発行官人寺院として、賑わいを見せた。1914年には本堂を再建し、大化収蔵庫型寿司を混流している。 1945年3月13日14日の第一回大阪大空襲で全山消失するが、大火収蔵庫がたずしにより、本尊以下の仏像は無事であった。1960年に本堂が再建されている。秘仏本尊の美写門店は市に山、超後村市寺、倉間寺、北山本山寺と並んで日本四美写門店の一つに数えられていた。 かつては60年に一度の会長であったが、現在では毎年春秋2回会長されている。アメリカ軍の爆撃機 B-29 が投下した一等爆弾の一部が展示されている。ありがとうございます。